きゅうりは細切り、お酢を入れて、醤油は少し、きゅうりを袋で漬け込む、植えるわかめは水入れ戻す、鶏むね料理酒鍋に入れて15分茹でる、茹でたら浮かして冷めるまで放置、わかめは水を切りボウルに移す、きゅうりも水気を切ってボウルに移す、ボイルされたエビはそのままボウルに、鶏むね一口大にちぎってボウルにごまどれかけて、パルメザンかけて、胡椒をかけてよく混ぜて、お弁当箱に詰めたら、はい、完成。いってきまーす。